やはりですね、この感染者数というのは正直どうでもいいんですよね。問題は死者数、これによってどれだけの方がお亡くなりになっているのか、もう一つ大事なのは入院ですね。感染をしても入院されない方いっぱいいるわけですよね。だから入院をされている方や亡くなった方の数っていうのはすごく重要です。で、そこを発表しないことに何か、悪意というか、ね、恣意的なものを感じます。で、もう一つはね、失業率、ここすごく大事で、この失業率が上がってくると自殺者が増えたり、犯罪が増えるということなので、この両方の数字を出さなきゃいけない。感染者数よりも入院者数、死亡者数と失業率、それぞれを、まあ、発表してですね、経済を止めるかどうかの判断をする。で、経済を止めるに関しても、これは60歳以上の人は仕事中止禁止、まあ、例えば小池百合子さんが67歳ですから、もうこういう人はもう仕事をもう強制的に辞めてもらうと、高齢者は重症化して、死に至る可能性が高いということはもう過去の統計で十分に明らかになっていますから、子供は誰も死んでいません。20代で1人亡くなっただけで、10代も30代も誰も、新型コロナ肺炎では亡くなっていません。そういうね、メリハリのついた規制、もし自粛をするにしてもですね、メリハリのついた自粛を、ポイントは3つです。まず入院者数と、いわゆるベッド数が空いてるかどうか、あとはどれぐらいの方が亡くなっているのか、感染者数が100人を超えてもあまり怖がることはない、そして失業率、こちらが上がってくると自殺する人、そして犯罪が増えてきますから、コロナの自粛に関しては失業率の方も明確に出すということですね。もし自粛をお願いするとなれば、これはもう60歳以上の人はもう仕事ダメ、もう外に出ないで、まず60代以上の人をですね、自粛要請をすると、まあ、この人たちを自粛要請しても、まあ、年金があるわけですから大した保証をしなくていいです。でも20代30代40代50代の人を止めると、これは仕事の保証をしなきゃいけないということで、もちろん、ね、子どもたちも自粛要請しません。メリハリのついた自粛をするっていうのが、これからのウィズコロナ時代における政治家がやるべき仕事だと思っております。以上です。東京都知事選挙に勝って NHK をぶっ壊すからの、いってらっしゃい。